Thank you. Thank you. おしゃれなビーガンカフェもね、行ってみたいところもいっぱいあるんだけど、まあ、なんかちょっと台湾っぽいものを食べようと思って、あの台湾素食のね、ビュッフェ行こう、ね、食べ過ぎちゃうからさ、あんまり行きたくなかったんだけど、やっぱりちょっと台湾っぽいもの食べたいなと思ったので、こちら先にお釣りの450元、すっきりとのお釣りではこちら時間の方です、はい、そして時間の方ですね、ていうか雨の日はさ、結構台湾も肌寒いよね。でこれから行く台湾ビュッフェのお店が、あの月曜日だけ安いらしくて、平日の夜は予約がないと入れないかもしれないっていうんで、あのホテルのフロントの人にお願いして予約をしてもらいました。だからさ、ホテルのフロントってめっちゃ便利だね。台北アイのチケットもさっきね、取ってもらった。今ね、5時5分。まだね、お店が5時半からオープンだから暇だね。てかなんか台北はさ、街がコンパクトだから結構電車使うと時間持て余す傾向にあるよね。お店はね、ここなんですよ。ちなみにね、駅はここだよ。南京三民。5時13分。これ素食鍋だって、食べれるんだな。なんかすごい洒落たカフェがあるよ。5時18分。あと10分ぐらい暇だね。5時23分。もう入っていいっすかね。Yeah. I've got a reservation. 91. Okay. Just a moment. One person? Yeah, yeah. Okay. This is the number. Sure. 営業時間5時45分からになってるし。なんかこの人たちにこれからみんなヴィーガンの食事を食べるって、なんかすごい不思議な感じだよね。この人たちみんなヴィーガン食べるんだよ、これから。これなんだろう、ポークタン。もうとりあえず第一弾です。ちょっとずつ、あとなんだっけ、匂いの強いお豆腐のやつ。終わったと思ったらまだこんなにスペースが。追加で取ってきました。うちまきとか、あんな人かな。第2弾でございます。
いやめっちゃお腹いっぱいになるね、あそこはね。でもなんか料理名が中国語でしか書いてないから、見れば大体わかるけど、見ても料理名見てもこれなんだろうっていうのが意外と多いので、最初は中国語がわかる人と来るといいかもしれないですね。でこれからあと30分後に台北愛っていうのを見に行くんで、ここからまた電車に乗って移動します。トウモロコシ美味しそう。あと10分で行かないといけないんだけど、ぴったりぐらいかな。なんかここもさ、夜市みたいな感じなの？すごい屋台いっぱい出てるけど、でももうみんな店じまいしてるね。まだ7時20分だけど、多分ここだと思う。ここだね。では今日の開園時間は8時で、ただいま入場できます。エレベーターより3階までお越しください。そこから自由席です。はい、どうしてもね、日本の歌舞伎と比べちゃうとあれだけど、でもまあまあ良かったんじゃないでしょうか。ではこれからまだね9時だけど、ちょっとホテルに帰ってゆっくりしようかと思います。